ったくなんだい、あの子。潮風がしみるね。ミッドガルとは違う、いい風だ。私にはちょいと潮辛いね。悪くねえな。私が探ってこよう。マントは二等船室に集められてる。シンラの追っ手の気配はない。変装は終わりだな。そっか。じゃあ最後にケレ。ご苦労様。おう、ルーファースの提案聞いたぜ。忍者娘がめちゃくちゃにしちまったが、正直俺はホッとしてるんだ。誰が社長だろうが、シンラはシンラ。取引なんかしたくねえ。連絡船第八シンラ丸へようこそ。船長のチトフです。本船はコスタデルソルへ向け順調に航行中です。短い船旅となりますが、どうぞおくつろぎください。なお船旅の余興としてクイーンズブラッドの大会を開催します。参加を希望されるお客様はこの後ラウンジにお集まりください。クイーンズブラッドの大会だって、行こう。開催までもう間もなくと迫りました。まだまだエントリーは受け付けております。見事優勝したお客様にはトロフィーと豪華賞品を贈呈いたします。カードをお持ちでない方もレンタルいたしますので、皆様ふるってご参加ください。あなたも出るんでしょ。どうかな。楽しみにしてるわ。お前も参加するんだな。ああ、人間の娯楽は興味深い。ではエントリーしてくれ。誠に申し訳ございません。動物の大会への参加はご遠慮いただいております。なんだと、私がただの動物に見えるか。
クラウド、これ得意なんだよね。まあな。全力で来なさい。それじゃ、お先に。大会、楽しみだね。優勝、できるかな。どうだろうな。そこは頑張ろう。優勝できる。でしょ？私の番みたい。行ってくるね。出るのか。おーや、豪華商品だぜ。欲しいだろ。そうか。なあ、着替えないのか。これか。実は気に入っちまってよ。結構似合ってんだろ。海の男って感じでよ。受付が開いたぞ。ほんと。クイーンズブラッド大会エントリーですね。ではお名前をお願いします。クラウドストライフ。クラウド様ですね。カードはお持ちですか。ああ。これにてエントリー完了です。それでは大会をお楽しみください。第八神羅丸恒例のクイーンズブラッド大会、今全てのカードバウターが揃いました。果たして栄光のトロフィーは誰の手に渡るのか。司会は船長のチトフでお送りいたします。皆様大いに楽しんでいってください。優勝への道はまず一歩から。運命を決める初戦の対戦相手を探しましょう。レジーに勝とうなんて夢もまた夢。ここで各選手の試合状況を朝日の第一バウト、レジーの選手をフィニッシュ。大人やり、どうぞよろしく。私が相手でございます。お前はロボットか。はい、私はワイズタイプ3でございます。クラウド様は良いバウト力を持っているようです。バウト力ですが、私は未来の最強カードバウター。現在は生涯全敗でございます。これから目覚めるでありますバウト力の差をお見せいたします。は？始めようか。俺は勝つ。クラウド選手、その集中力には脱帽です。カードセットしました。切り札は温存しておくか。手加減はしない。クラウド選手、じりじりと相手を追い詰めています。ワイズ選手、パニックを起こしています。行くぞ。クラウド選手、じりじりと相手を追い詰めています。プシュープシュー、故障かもです。いい流れだ。この調子で行こう。俺は勝つ。クラウド選手、今の一手は素晴らしいですね。この程度でいいのか。手加減はしない。クラウド選手、隙を見せません。ワイズ選手、ほぼほぼ自滅です。
ていますでは、クラウド選手、勝利の報告を受付までお願いします。クラウド選手、第1ラウンド余裕の勝利でしたね。第2ラウンドも頑張ってください。第1ラウンド終了しました。続いて第2ラウンド開幕です。さあクラウド選手、対戦相手に誰を選ぶのか注目しましょう。クラウド一丁やりますか。手加減は必要か。手加減必要か。わかった、全力で相手をしよう。ありがとう。それじゃカードバウト。始めようか。勝負お願いします。エアリス選手、手堅くまとめていきます。行くぞ。クラウド選手、じりじりと相手を追い詰めています。どれにしようかな。俺は勝つ。クラウド選手、その集中力には脱帽です。ああ、勝てそうな気する。エアリス選手、ここからどう打って出る。クラウド選手、今の一手は素晴らしいですね。手加減はしない。まずいかも、なんとかしなくちゃ。どれにしようかな。エアリス選手、追い詰められています。行くぞ。でもまだまだ。ああ、勝てそうな気する。これは勝てそうだ。クラウド選手、獲物を狩る狼のごとく全力です。どれにしようかな。負けそう。でも負けちゃった。さすがクラウド、本当に手加減なしでね。クラウド選手、手堅く勝利です。猛攻を見事さばき切りました。ではクラウド選手、勝利の喜びを受付まで報告ください。クラウド選手、第2ラウンド勝利お見事でした。第3ラウンドも勝利の報告をお待ちしてます。第2ラウンド終了しました。さあ、いよいよ大会は大詰めです。第3ラウンド開幕です。さあ、クラウド選手、次の対戦相手は誰なのか、勝負の行方に注目です。海を守るのが俺たちの仕事だ。パフォーマンスは選手はレジー選手。クラウド、ごめんなさい。なんだい、あんたが対戦相手か。ウォールマーケットのマダム・マムをお忘れかい。あんなに濃密な体験をさせてやったって。もちろん覚えてる。いや、忘れられない。そうではなくて、ここで何をしている。旅行って言いたいけど、仕事だよ。ミッドガルはすっかり商売上がったりで、コスタの実業家連中に挨拶に行くところさ。そうか。さあ、辛気臭い話はおしまい。
景気づけにカードバウトと行こうじゃないか。さあ始めようか。どの手にしようか。ナム選手、余裕で扇子を仰いでいます。俺は勝つ。クラウド選手、集中力には脱帽です。もみもみと切り札は温存しておくか。行くぞ。クラウド選手、じりじりと相手を追い詰めています。ナム選手、イライラしております。手加減はしない。クラウド選手、今の一手は素晴らしいですね。ワキワキしてくるだろう。ナム選手、妖艶なカードさばきで揉みしたきます。俺は勝つ。クラウド選手、平成逆転なるか。ここが踏ん張りどころだな。この勝負、私がいただくよ。もみもみと。ナム選手、見事な高笑いが聞こえるようです。手加減は違う。クラウド選手、なかなか思惑通りにことが運ばない。何かないか、逆転の一手は。俺は勝つ。この勝負、私がいただくよ。ナム選手、見事な高笑いが聞こえるようです。クラウド選手、隙を見せません。この程度でいいのか。手加減はしない。あんた調子に乗んじゃないよ。あんたの勝ちだよ、クラウド。やるじゃないか。後で呼んであげるよ。クラウド選手勝利。素晴らしいカードさばきでした。ではクラウド選手、勝利の報告を受付までお願いします。クラウド選手、第3ラウンド勝利おめでとうございます。第4ラウンドも応援してますよ。第3ラウンド終了。クラウドさん、手合わせお願いします。参加していたのか。はい、新型ロボットが参戦するとの情報をキャッチしてお手並み拝見しようと駆けつけました。ライバル登場か。僕のライバルはクラウドさんですよ。このバウトで弾みをつけて優勝まで一直線です。まずは俺に勝ってからだな。当然勝たせてもらいますよ。カードバウトです。さあ始めようか。
カードバウト、行きます。シャドリー選手、シミュレートに問題なし。行くぞ。クラード選手、この集中力には脱帽です。手加減はしない。データを参照。勝利確率 100%。 相手の心拍数を検知。勝負します。いい流れだ。この調子でいこう。俺は勝つ。想定外。再計算します。サドリー選手、逆転の目を探っております。選手、今の一手は素晴らしいですね。シャドリー選手、どうした？珍しい失態です。手加減はしない。クラウド選手、獲物を狩る狼のごとく全力です。相手の心拍数検知。勝負します。これは勝てそうだ。これは勝つ。まさか予測を超えています。シャドリー選手、どうした？珍しい失敗です。いくぞ。クラード選手、隙を見せません。この程度でいいな。さすがクラウドさん、いつもながら見事な勝利です。優勝まで応援していますよ。クラウド選手、おめでとうございます。決勝会場へは私がご案内します。ここまで勝ち上がった。どうぞこちらです。次はレジー選手との決勝戦。クイーンズブラッドの頂点が決まる運命の決戦の火蓋が今切られます。ファイナルラウンドの開幕です。決勝戦ぶちかませ。世界一になってクイーンズブラッドの歴史に。あんたがトップのバウタ。私よ、レジー・ケーニル。みんなは天才レジーと呼ぶわ。やれるのか。もちろん。先に言っておく、私負けたことないの。負けて泣くなよ。そっちこそ泣かないでね、カードバウト。始めようか。少しは楽しませてね。切り札を温存しておくか。行くぞ。クラウド選手、この集中力には脱帽です。カードセット、対応してみせてね。レジー選手、この攻撃はそこが知れません。さてと、どうやって攻めてほしい？いい流れだ。この調子でいこう。手加減はしない。クラウド選手、今の一手は素晴らしいですね。レジー選手、すごい一手が出ました。カードセット、
代用してみせてね。これは勝てそうだ。クラウダ戦士、気を見せません。クラウダ戦士、獲物を狩る狼のごとく全力です。手加減はしない。この程度でいいのか。行くぞ。クラウダ選手、隙を見せません。クラウダ選手、白熱した大会もファイナルラウンドを終え、ついに栄光の王者が決定しました。その名は、その宣言待ってもらおう。カードバウトを申し込む。難しいものだな。大丈夫？何やれ。おっと、ここで優勝者に挑戦状が叩きつけられました。この挑戦は受け入れられるのか。挑戦者のバウトの腕はどうなのか、期待が高まります。私が獣に見えることは否定しない。しかしこの格好ならどう見ても兵士だ。問題ないだ。問題しか見えない。それはお前が私を知っているからだ。戦力軍を捨てろ。それよりクラウド、私の挑戦を受けるのか、それとも受けないのか。受ける気はない。もう十分楽しんだからな。クラウド、ファイト、レッドも頑張って。おうおう、やれやれ。クラウド戦士、挑戦を受ける模様です。さあ、エキシビションマッチの開幕です。カードバウトだ。私の腕前を見せてやろう。手加減はしない。切り札は温存しておくか。俺は勝つ。ここが踏ん張りどころだな。手加減はしない。当然だが私が上のようだな。まだまだここからだ。行くぞ。私が優勢だ。さあどうする。ここが踏ん張りどころだな。手加減はしない。闘争本能が騒ぐな。ここからが本番だ。これは勝てそうだ。
完敗だ。クラブ強いな。お前もな。いい勝負だった。いつの間にそんなにやり込んだ。狩りの基本は観察だ。試合を見ていればルールも定石も把握できる。あとはそれを応用してやればいい。なるほど、さすがだね。完全なる勝者はクラウドストライク。凄まじいバウトを見せつけた。栄光の優勝トロフィーは君のものだ。盛り上がりを見せたクイーンズブラッド大会もこれにて終了となります。ご参加いただいたカードバウターの皆様、誠にありがとうございました。コスタデルソルまでは順調に航行中です。到着までごゆっくりお過ごしください。楽しかったね。そうだな。レッドにはびっくり。せっかくの大会だからな。すごく強かったよね。さすが。ね、どうする？船はいつ着くんだ？明日だよ。じゃあ到着まで寝ちまうか。さすがに疲れたぞ。ああ、そうだ、そうだ。休むか。船長の知徳です。緊急事態が発生いたしました。お客様は船室にお戻りください。神羅軍関係者は地球甲板まで集合願います。軍関係者、俺たちか。とんでもない数だ。頼む、何とかしてくれ。ああ、分かった。私は逃げ遅れた客がいないか見回りに行く。誰か君手伝ってくれるか。行きます。ありがとう。こっちだ。
とどまみかける。フッやれる。シートの隙にやっ状況は？モンスターがかなり入り込んだと思う。船長は？武器を取りに行くって別れたよ。無事だといいけど。
ンスターの狙いはクロマントかもしれない。遭遇地点はコスタデルソル近海。船の周囲に現れたモンスターによる襲撃を受けました。現在船に乗り合わせていた兵士の一団が対処中です。で、クロマントを着た乗客とモンスターが、何と言えばいいのか、そう、合体しています。治安維持部門がこの件を北条博士と話すようにと。新たな変異融合反応か。融合体は優勢な遺伝子を継ぎ、元素体よりも強化されるのが常識だ。君、これは大きな進化の瞬間かもしれないよ。すぐにでもサンプルを採取したいね。私はどうすれば。身をもって実験に協力してくれるならば、ケイと共に君を探してあげよう。だが、分かりやすい目印を用意してくれよ。バレットか。行こう。クロマントたちが。クロマント、どこだ。そいつらから離れろ。そうだ。
連中はモンスターと融合してより危険な存在に変化するらしい。私の職権で全員処分する。おい待て。ああ、きついな。
押し切る。決めてやれ。逃がさねえぜ。残さず食らえよ。どうよ。やっと勝負だ。うねうねさせてんじゃねえ。問題ない。切り開くまでだ。気をつけてね。ここから集中。ここからまずはこいつを黙らせる。テイク。頼む。おう、曲がるくい。どんなもん言うそこだ。絶対命中させたら。いけるの。船長の知徳です。お騒がせしておりました艦内のトラブル、先ほど無事収束いたしました。現在本船は航路を戻し順調に航行中。コスタ・デル・ソルへの到着は明朝の予定です。輝く太陽の下での素晴らしい休日